ついやば。さて、大変お待たせいたしました。ついやばですね。今回は何も考えず見ていこうと思いましたが、アニメ制作サイド様はいっぱい描いてくださっていて、素敵な描写に報いたいと思いましたので、気づいた点は触れていきたいと思います。ほっこりちょっとためになる僕やば。一緒に見ていただければと存じます。更新頻度を上げるために、1話ずつのアップとさせていただきます。ご理解をお願いいたします。ではやっていきましょう。今回はおはようですね。こちらのサブタイトルはすでに YouTube 上でアップされていますね。まだ未視聴の方は無料で見れますので、概要欄にリンクを入れておきます。ぜひどうぞ。現在表示されている画像は、タイトル画面ではありますが実はこのシーンに爆弾ネタが投下されておりました。まず、小道具を見てみましょう。紅茶家電、ピンクのウサギの人形、女子の制服。波を打ったようなお布団ですね。どうやら山田の部屋のようです。学校に行く前でしょうか。私はアニメ1記録話で紅茶家電の由来を、風刺家電から取られていると動画で出しました。風刺家電というのは、日本伝統のお芝居である能の神髄をまとめた論書と思って差し支えないかと思います。それをあえて見せるように置かれているため、意味があると思い調べてみました。隠すこともできますからね。置いてあるというのは意図的です。脳と桃色とウサギで掛け合わせてみると、こんなものが出てきました。これを波とウサギと言いまして、滋賀県筑部島に由来する脳が出てきたんですね。それと同時に、ウサギ、波を走るということわざのようなものも出てきました。どちらも調べたところ、ウサギ、波を走るでは、ウサギがワニを騙して海を渡るお話で、ワニがそれを知って怒ってウサギの体の皮を剥いじゃうんですね。ウサギの体はみるみるうちに赤くなってしまったそうです。見た目通りに全部が成立しましたが、制服だけまだ触れていません。私がお伝えしたい本命がこちらになります。涙うさぎ、制服の片思い、という少女漫画です。ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。フラグが完全に4つ全て重なったため、内容を知るべく1巻を購入し、拝読しました。さてさてどんなものか。ん？ん？なんか既視感が。男の子は女の子が生理になり、保健室まで運びました。マラソンの授業をサボってまで、どこかで見たことがあるような、さらに、あれ？と思ったのが次なんです。天使。茶髪のウェーブ。どこかで見たことがある人？お名前がですね。萌え愛と書いて、モアちゃんって言うんですね。ここら辺までにしておきましょうか。そうですね、主人公とヒーローは、おはようの挨拶を大事にしているんです。思い出になっているんですね。当然ではありますが、手編みに気づけていないと到達は至難です。脳が鍵を握っているので。そして、萌子はキューピッド。愛欲の天使と私は考察をしました。良ければ萌子の紹介動画を見てくださいね。ご紹介させていただいた涙うさぎですが、既視感はこれだけじゃありません。100万部は売れているようで、知らなかったことを残念に思いました。各話の引きと小回りが素晴らしい作品です。僕やバトセットで楽しめますのでよろしければ手に取ってみてくださいね。さて、それでは軽めに中身を説明していきましょう。舞台は下駄箱から始まりましたね。山田は市川に元気よくおはようと伝えてます。市川はおはようと言えずもじもじ。山田は市川が挨拶を返さなくても特に気にする様子がありません。夕方、山田はバイバイと市川に伝えます。これも市川は返せません。そもそも表題はおはようのはずなのに、バイバイが入ってますね。このことから、このお話は挨拶にまつわることを行っています。ここでちょっとためになるお話です。ほっこりもします。皆様は挨拶という字の意味がお分かりでしょうか？このシーンで、山田は後ろから押していますね。挨拶の愛という字は、後ろから押す、近づくという意味があります。そして札という字は迫る、という意味があります。もともとこの言葉は禅から来ており、愛は自分の心を開いて積極的に迫る、という意味があるようです。そして札を心を開いた状態で、人の心に迫る、と、されています。山田は心を開いて市川に近づいているわけです。市川は言うぞ言うぞ、と何度も言いましたが、心がうまく開けていないと捉えられ、最終的に心を開いたわけですね。心を開いてくれた市川を見て、ニヤーとする山田。嬉しいですよね。挨拶ってこの観点で見るとやっぱり大事です。嬉しそうに何度も心を開く山田。シャイな市川はそれに応えることができません。顔は真っ赤ですね。そして彼女たちもまた、この挨拶で心が開かれています。結局4巻まで買っちゃいましたよ。さて、これでおしまいですが、最後にこのシーンのアングルが上からの理由です。これはご案内のみとさせていただきます。挨拶原爆の写真に寄せて、
という歌があります。おはようと言える喜びが市川と山田から伝わってきます。それは生きているからできる行為なんですね。1945年8月6日、言えなかった子が大勢いる。この二人の言動差は歌と解釈に綴られています。概要欄にリンクを貼っておきますので見たい方はどうぞ。それでは今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは今後も僕ヤバ一本で参ります。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント等お願いします。それでは次回もまた。ゆっくりしていってね。